酸化セリウムは、軌道類金属であるセリウムの酸化物。化学式は、チェニオー酸で黄金色をしている。自動車からの、排ガス中の CO 排出を最小限に抑えるための触媒コンバーターとして、使用される。酸素が不足すると酸化セリウムが1、酸化炭素により、酸化セリウムに還元される。酸素が過剰になると過程が逆になり酸化セリウムが、酸化セリウムに酸化される。 酸化セリウムの自動車での主要な用途は CEO 及び NOX のハイガスを酸化するための触媒コンバーターであり、第二にディーゼル燃料の燃料添加物としての用途が見出される。添加の結果燃料効率が向上し、炭化水素に由来する粒子状物質の排出量が減少する。しかし酸化セリウムを含むエンジンのハイガスの健康に対する影響は研究と論争の対象になっている。 酸化セリウム酸化セリウムサイクル、または CEO2 チェニオ酸サイクルは水素製造用の酸化セリウムと酸化セリウムに基づく2段階の熱化学水分解過程である。酸化セリウムと酸化鈴をセラミック固化し、組み合わせたものは UV 光の照射に使用される。これは320ナノメートルの波長の光を吸収し、412ナノメートルの波長の光を放出する。 この酸化セリウムと酸化鈴の組み合わせは珍しく、実験室規模では得るのに困難を伴う。約1、摂氏400度で水素による酸化セリウムの還元により生成される。この方法で生成された資料は、室温でゆっくり空気酸化されて二酸化物に戻る。ありがとうございます。